ヘネシーは6.6リットル V8 の最高出力 1842PS を解放したベノム F5 のテスト走行動画を公開しました。6.6リットル V8 ツインターボの本領発揮。米国のヘネシー社は開発中のハイパーカー、ベノム F5 が直近の高速走行テストにおいてフルスロットルで走行する様子を動画で公開した。ベノム F5 は 最終的に最高速度時速 500km の市販車記録を破ることを目指している。今回は高速走行時の安定性テストのために最大出力 1842PS をフルに解放する F5 モードで走行。これまで6.6リットル V8 ツインターボの最高出力は 900PS に抑えられていた。 創業者兼 CEO のジョン・ヘネシーによると、ベノム F5 の生産予定台数24台のうち、ほぼ全てが販売されたという。ベノム F5 は、ヘネシー発のフル自社開発のハイパーカーだ。2018年に、初めて公開された。カーボンボディの F5 は、ロータス由来のシャシーではなく、 自社製プラットフォームを使用することで2011年のベノム GT と差別化されている。ヘネシーはその巨大なエンジンパワーと 1360kg の乾燥重量により高動走行可能な車として世界最速となる可能性があるとしている。同社の予想では時速0 0 0 k m 加速が2.6秒、時速0 0 0 k m 加速が4.7秒、 実測 0300km 加速が8.4秒とされている軽量かつ低重心のアメリカンハイパーカー社名の F5 はハリケーンの強さを示すフジタスケールの最高ランクにちなんで名付けられた英国の KS コンポジット社製のカーボン製モノコックを採用しておりこれ単体での重量はわずか 86kg に 抑えられているチューブ状のアルミニウム製サブフレームには、テキサス州のヘネシーで製造された6.6リットル、オフの V8 エンジン、フューリーが搭載されている。中鉄エンジンブロック、アルミニウム製ヘッド、単造コンロットとピストン、ビレットスチール製のクランクとカムシャフトを備えている。これに、3D プリントで作られた、コンプレッサーハウジングを備えた、 ボールベアリングターボチャージャーを2機搭載し、最大1.58バーのブーストをかけることができる。ヘネシーは 8000rpm で発揮されるピークパワーに加えて 164.6kgmm のピークトルクを発揮し、2000rpm から 8000rpm までの間に少なくとも 138kgm のトルクを得ることができるとしている。ジョン・ヘネシーによると、 プッシュロットエンジンを採用した理由は小型で低重心であることに加えてヘネシーパフォーマンスエンジニアリング社のパワー技術によるものだという。同社は C8 絞れコールベッドのアップグレード用に 1200PS のツインターボを提供している。ベノム F5 のパワーはシーマ製の7足、シングルクラッチ、オートマチックトランスミッションとリミテッドスリップディファレンシャルを介して後輪に 伝達される限定24台。価格は2億円以上。市販モデルとコンセプトカーの違いは、ほとんどが空力に関するもので、ウィングやディフューザーが大きく異なる。このクラスでは珍しく、可動式のエアロパーツは備わっていない。生産責任者のデビッド・デイビスは、過度な空気抵抗を発生させることなく、高速走行時の安定性を確保するために、 十分なダウンホースを生み出すことを目指したと語っている。コンセプトで目標としていた空気抵抗係数0.33は現在では0.39と十分な数値を確保している。それ以外のデザインはコンセプトとほぼ同じでバタフライドアやハイパーカーとしては十分な居住空間を備えている。他、レザーとカーボントリムの組み合わせで仕上げられている。 リアセクション全体が1枚のカーボンでできており CNC 加工、コンピューターの数値制御による機械加工されたベントホールを備えているなど印象的なディテールがいくつも見られる。その圧倒的なパフォーマンスにもかかわらず中低速域でも運転しやすいように設計されておりサーキットだけでなく一般道にも対応しているダブルウィッシュボーンサスペンションは パッシブダンパーを採用しているが、バンプとリバウンドのストロークを調整することができる。また、加速重視のドラッグ、究極のスピードを追求する F5 など、5つのドライビングモードが用意されている。最初の個体は英国で製造されたが、以降は、米テキサス州で製造される。生産台数は24台限定で、価格は210万ドル、約2億2800万円だ。 最高速度記録の更新に実施。ジョン・ヘネシーは、ベノム F5 について、2014年に、ケネディ宇宙センターで時速 435km の、双方向、往復平均時速を記録したベノム GT よりも、かなり速くなると断言している。ただ、市販車としての最速記録を出して、その性能を証明したいと考えているものの、問題は、 NASA の滑走路の利用可能なスペースが限られていることだと述べた橋から橋まで芝生から沼地まで約 5.5km です。ベノム GT はブレーキをかけなければならないポイントに到達した時もまだ加速を続けていました。F5 では理想的なコンディションであれば時速 480km に近づくことができると思いますがブガッティンの数値 時速 490.4km を上回るだけの余裕があるかどうかはわかりません。絶対的な部位、MAX、最高速度を狙うなら、どこかの道路でやらなければいけないと思います。